皆さんこんにちは、樹立棋士の山口恵理子です。そして本日も佐藤康光九段にお越しいただいております。先生どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。そう、この康光先生の姿を見てお気づきの通り、今日はカフェ康光をやっていただこうと思います。お願いします。一番緊張しますということで、普段棋士としての佐藤康光九段のお姿を皆さんご存知だと思うんですが、今日は康光先生の素顔ということでコーヒーを入れていただこうかなと思います。先生、コーヒー入れるのご趣味なんですよね。いや、趣味ってわけじゃないんですけど、まあ、結構長い日課ですかね。日課、日課というか、はい、なるほど、はい。まあ、一番最初はそうですね、なんかやっぱり先輩の室岡先生のところに研究会で10代の頃ですかね、伺った時にいつもコーヒーを入れていただきまして、それからドリップ式というかこういう形でずっとやってますね、なぜか、はい。まあ、朝そうですね、一日やっぱりでも最低でも 4,5 杯を飲む感じですかね、はい。じゃあそのいつも飲んでるコーヒーを今日お見せいただくということで。そうですね、前なんかイベントでもちょっとやらせていただいたこともあるんですけども、2回ぐらいあるんですけどね、はい。まあ、正直言うと別にあの知識も何もないですいや大好評だったですよね。でもその時私一緒に紅茶やったんですよ。あ、先生コーヒーで、ね、私紅茶だったんですけど、司会名の時そうでしたね。そうなんですよ、まあ、紅茶が売れなくて、ね、あ、みんなコーヒー飲みたいって言って。そうでしたね、なんかありがとうございました。そうなんですよ、はい、で、すごく美味しかったのでぜひ。そうですね、はい、あのその時のと同じ豆というか、はいはい、持ってきております。はい、ありがとうございます。ではコーヒー入れていただこうと思います。よろしくお願いします。はいはい。では康光先生、コーヒーの調理よろしくお願いいたします。はい、お願いします。そうですね、豆は谷中コーヒーさんというところの使わせていただいてますけども、今回は、まあ、これはですね、室岡先生の研究会に行ってまして、でお昼、朝からやってるんです。お昼食べてその後行くコーヒー屋さんが、なんかコーヒー屋さんであったことが結構多かったということもありますかね、はい。じゃあ早速作ってみますか、はい、お願いします、はい。突然固まりそうだなちょっと待って、まあ、普段の感じで。じゃあまずちょっと大丈夫です。ちょっと温めますね。じゃあ、はい、お湯は、はい、沸かしてあるということで、一人だと到着していきなりダイレクトにやっちゃうこともあるんですけど今日はそのコーヒーの入れるのをまずお湯で温めるんですね、はい。そうですね、はい。じゃあちょっと簡単ですけど温めちゃって、これもちょっとこちらの方に。次コーヒーカップを温めると。移し替えましょう。じゃあすいません、いや本当に適当なんであんまりちょっと恥ずかしいんですけどね。いや、普段の姿が見れれば。逆かな、これ正式に取り出すのもあれなんでちょっとお水の方はミネラルウォーターを使っております。じゃあ豆はストレートとブレンドとありますけど、どっちにしましょうか。先生おすすめはどちらですか。じゃあストレートになりますか、ね、はい。これ一応そうですね、ガテマラさんの、はい、ですね。で豆を、じゃあ3人前作らせていただいてよろしいでしょうか。ありがとうございます、はい。もうすみません、適当なんで人数分プラスワンと教わったんですけどなんとかプラスワンってチームありましたけど、ね、食べ物を舐めた、すごい。じゃちょっとすみません、もうコーヒーのいい香りが漂ってきてますね。さあ、ここからですね。お湯を入れる段階と、はい、僕なんかの文字を書くのがいいんでしたっけと言われましたけど、私いつもこう丸でこうやってやるのでちょっと蒸らしましょう。はい、30秒ですね。30秒。じゃあ詰将棋1問解けます。詰将棋いつもそうなんですか。いや、解かないです、解かないです。休んでます。休んでます。すごい最近お忙しいですよね。お休みあるんですか今。そうですね、まあ、何をもって休みとするか難しいんですけど確かに棋士だと勉強しなきゃいけないですもんね、将棋の勉強。ああ、そうですね、まあそれは別としてなんか、まあ、はい、まあなんとかしてますね、はい。もうそろそろ30分経ちましたかね、じゃあ
れてみます。ちょっとこれ汚くなっちゃう、すいません。いや大丈夫です。コーヒーを入れていただいております。4人前での久しぶりなんで、3人前の久しぶりなんで、ちょっと豆の量がだいぶ違いますね、いつもと。いつもはもういつも先1人前なんで、1人前で直接余裕でお水も大丈夫なんですけど、これだとなんか何回に分けていいのか忘れちゃいますね。棋士は何手先まで読めるのかっていうお話って結構よくありますけど、先生1億と3手読む。ああ、よく言われましたけどね、昔。あれ AI が1億手読むっていう話からですね。当時そうですね、コンピューターがっていう話から派生した話ですけど、もう今や AI の読める手数も変わりましたよね。この前もね、なんか1年前も藤井君の指した手が AI の 6億手を超えたとか言ってましたし、この前もなんか250万、何百、800万で億手でしたっけ、なんかちょっと数がちょっと、はい、手数増えたかもしれないけど、はい、将棋の勉強法で大事にされてることとかありますか？詰将棋とか。今はもうあんまり時間がないですから、うん、詰将棋だけですね。詰将棋とか、うん、新聞の観戦記と二刀流です、うん、もうその。そうなんです、ね。あとは公式戦です。先生勉強していけませんね。まあ、実戦が一番の練習の場ですかね。そう考えると、もうこれで大体ちょっといつも多めに作っちゃうんで私。4人前ぐらいでいいですか？じゃあこれちょっと温めなきゃいけないですね。そういえばコップどうしましょうか。あ、じゃあコップこちらを使っていただけたらと思います。安光先生のコップ持ってきました。今日そんなのあったんですね。蓋付きでございます。安光先生もいつも使われているカップ持ってきてくださったんですよね。あ、そうですね、はい。ということで真ん中のコップは清水一雄先生のコップ持ってきました。山口恵理子小学生時代の練習、練習道場で練習した時に商品でいただいたやつです。さすがです。森内さんも初段免状なんかもらったって言ってましたけど、すごいな。私買ったんですけどね、自分で。なんでなんか大会で優勝してもらいましたって言ってたんで。あ、そうなんですか。すごいなと思って。やっぱりいやいや、私は子供スクールの商品でもらいました。やっぱり強い人はもらうんですね。強い人、安口先生。はい、これちょっとでも入れにくいですね、これ。大丈夫ですか、これ。そしてこんだけ大きさが違うと結構バランスが難しくないですか、これ。ちょっと安光先生マグカップが。これがかなり間口が広いから、なんか倍ぐらい入ってるような。だって先生のお名前入ってたんですもん。ちょっと持ってきちゃいました。あ、でも少なめで大丈夫です。そうですね、これ美味しくなかったら困りますもんね。いや、どっちか。絶対美味しいの。いえいえいえ。そうですね、本日読売新聞本社で撮らせていただいているということで、はい、読売新聞記者の方に一杯プレゼントしようかなと思っております。と、はい、いうことで先生、これは完成でよろしいでしょうか。完成です。はい、デコレーションもありません。じゃあ先生、最後に決め顔してください。え、飲むんですかこれ。え、決め顔をしていただいて、はい、じゃーんという感じ。じゃあ完成です。森内チャンネルのポーズじゃないですか。そうですね、森内チャンネルですね。では早速実印タイムとなります。お願いします。いただきます。いただきます。いかがですか。いや、まあ自分としてはよくできた感じですね。はい、どうぞ。じゃあ私もいただきたいと思います。いただきます。美味しい。どうですか。飲みやすいし、ちゃんとすごい香り高いし、すごい美味しいです、先生。やっぱりドリップで入れると美味しいですよ、やっぱりね。美味しい。すごい。これをいつも室岡先生と一緒に飲まれてたんですか。そうですね、まあ、いや多分いつもその今回ストレートでしたけど、ストレートもいつも大体ブレンドコーヒーをいただいてという感じで、で、まあ、ご自宅でも結構入れていただいて飲んだりとかしてましたね。やっぱり1日に3杯ぐらいは研究会でもいただいてましたかね。はい、そうなんですね。なんかそのそれでやっぱりドリップ式というかブラック等になりましたね。はいはい、そこまでなんかこう
全てにこだわり持ってるわけではないんですけどね、はい、楽しんでらっしゃるとまあなんかそうですね落ち着きますかね確かにね、はい、対局中はいかがですか対局中も結構飲むんですよ対局、まあ、連盟にもこう自販機もありますし、まあ、なんかこう対局者用のって言いますかねそういうのもあるので 1,2 杯で飲んだりとかしてますけど、はい、理事室の前にあるやつですか理事室の前にもありますし4階の対局室の前にもあるので、まあ、それで少し飲んで、まあ、あとは自販機で買ってあんまり飲みすぎると怒られちゃうんで、はい、昔キウイジュース連投されてましたよねあとペリエですか縁起担いでそうですね、うん、なんか飲み物は結構炭酸水はでも今でも飲みますかね、うん、はい珍しいですね、コーヒー緑茶炭酸水とか、うんはい、は飲んでますかねいつもお水も含めて炭酸飲む方ってあんまり聞かない気がします昔はね少なかったんですけどね最近はもうそれが普通に定番で売ってるんでびっくりしてる感じですかねむしろ、うんまあ、ちょっと刺激があった方が私の場合はもう対局の時こう気分転換になるので、はい、そういう意味合いでちょっと飲んでますけどね、はい、そうなんですね、はい、将棋飯でおすすめのとかありますか対局中の注文とかであ注文ですか、はい、先生鳩矢倉よく使われてるイメージがあるんですか最近そうですね鳩矢倉さんが結構多いですかね自分はまあでもどこも細島屋さんとか地元さんとか千寿司さんとかルキャレさんでしたっけとかが多いですかね、この間なんか羽生先生と戦われてた時に夕食が2人とも千寿司でそうなんですよあの時はなんか羽生さんが最初握りの錠を頼まれまして、はい、でどうしようかなと思って同じ錠もあれだしいやなんか対局がなんか他のがないんでちょっと一つだけだとなんかあれじゃないですか、はい、で錠も同じだしどうしようかなと思って注意しちゃったんですけどまあまあ、まあ、あのまあ何が食べたいかっていう中身がね、はい、違いますからはいということでいろいろお話伺ってまいりましたコーヒーめちゃくちゃ美味しかったですありがとうございましたありがとうございましたこちらこそということで安光先生にコーヒー入れていただきました里安光九段の素顔ご覧いただいた方はぜひ里安光九段の将棋も見てみてください応援よろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いしますチャンネル登録高評価よろしくお願いしますありがとうございましたありがとうございました